おめでとうございます。おめでとうございます。どうでした今日は。コンディションもなかなか。まあ、結構決勝前雨、雷が出て、時間が遅れたんですけど、その中でもしっかり、室内練習場でできることをしっかりやって、決勝に臨みました。去年は酒井さんとかがいて、自分が追う立場であったんですけど、今回上本さんも言い張ったんですけど、しっかり自分の、最大限の動きをっていうのを意識して走って、まあ、優勝につながったんで良かったです。